今回ご紹介するお店は麺屋大車輪亀田早通り店。お邪魔したのは芦川玲一さんです。大車輪さんか、ここ気になってたんだよな。大車輪さんといえばつけ麺。いらっしゃいませ。入っちゃった。一人ラーメンできるじゃん。おお、店内落ち着いた雰囲気でいいな。あ、カウンターとボックス席もあるんだ。木の温かみがあって一人でも入りやすいお店だな。今まで一人ご飯って全然したことなかったけど、憧れの一人ラーメン。メニューは、お、すごい迫力、見応えがある。メニューは、ああ、やっぱりつけ麺推しなんだな。ここは、辛つけ麺。辛さが選べるのか。辛さは、おお、亀田一、日本一、世界一。あ、世界一を頼んだ人だけ、宇宙一に行けるのか。宇宙って、どんな辛さなんだ。決まりでしょうか。はい、辛つけ麺を、はい、亀田一、はい、と、あと、ハンライスお願いします。はい、冷たいね、温かい麺、ね、じゃあ、冷たいので。はい、店員さん、麺を茹でる時間が少しかかるって言ってたな。いいですよ、待ちますとも。あー、楽しみ。え、赤。一番下の辛さでこんなに赤いの。これ宇宙一ってどんなになっちゃうんだ。あー、いい香り。あー、ついに一人つけ麺いただきます。ではまずつけ麺のスープから。とろみがあるスープなんだな。スパイシーでもしっかり魚介の出汁の香りもするな。辛さチェック、いきます。うま。あ、でも辛い。あ、後からビリッとくる辛さ、でもスッと引いていく。この辛さの余韻ちょうどいいな。この魚介のスープの味もしっかり感じられる。では早速麺。うわ、太い。ゴン太。うん、しっかり食べ応えがある。この小麦のもちもち感たまらない。あー、しっかりスープの辛みを感じる。辛い。ここはご飯いっちゃおうかな。ご飯のこの甘みとスープの辛み合う。チャーシュー、うわー、この厚み美味しそう。うん、しっかり噛み応えがある。お肉の甘みもじゅわっと感じるな。メンマ
このシャキシャキ感たまらん。メンマって好きなんだよな。でもやっぱ辛いな。熱くなってきた。汗が噴き出す。でも気にせず食べる。あー、やっぱりこの麺のもちもち感、そしてこの辛みとのマッチング、ずっと食べてられるな。癖になりそう。食べ進めていって、この辛みもだんだん心地よくなってきたぞ。辛い辛い、でも美味しい。しっかり辛いけどずっと美味しく食べてられるな。なんだろう、辛さがうまいのか。あっという間に麺もあと少し。最後の一口。スープ残ってるんだよな。この時のためにスープを残してました。お待たせしました、白米ちゃん。あー、染みてく染みてく。白米に辛みの赤が。いただきます。最高。控えめに言っても最高。このご飯の甘み、この甘みがスープの辛さを和らげてくれてる。あー、でもしっかりこの後から辛さが来るんだよな。あー、幸せ。魚介の出汁も効いてて濃厚。この辛つけ麺にご飯は必須だな。あ、辛い辛い。水水水。あー、口の中が一気にリセットされた。あ、もう最後の一口。お米を一粒も残したくない。最後まで楽しんでやる。あー、大満足。ごちそうさまでした。あー、一人ご飯できちゃった。店内に入ってからドキドキだったけど、一人でも十分楽しめた。思う存分ラーメンも楽しめたし、一人ご飯ありですな。また来よ。はい、こんにちは、大車輪店長の鈴木です。大車輪といえばつけ麺ということで、定番の濃厚つけ麺から、他にも大人気の辛さが選べる辛つけ麺、淡麗系のラーメン、濃厚ラーメンなど、品揃えも充実しています。皆様のご来店お待ちしています。よろしくお願いします。